はい、皆さんこんこにちは今日はこちらのプリミティブソシエティシミュレーターのベータ版をプレイしていきたいと思いますこちらは2024年の第1四半期にアーリーアククス開始予定の日本語対応のゲームとなっています今回は1月15日までプレイできるベータ版を開発者様からいただきましたのでプレイしてみようと思いますゲームの内容は原始的な社会シミュレーターでは 古代の部族のリーダーとしてプライしながら祖先たちを自然に導き狩猟と農業を行います文化と生命を継承しながら祖先たちの誕生成長を目撃し記録しますということで、えー、こちらはシムコロニーゲームでリムワールドとドン・オブ・マンをインスピレーションにしていますということですので、まあ、シム系原始人のシム系のゲームとなっているみたいですね えでは、早速プレイしていきたいと思います。チュートリアルの方は軽く見てありますので、えー、ニュー部族かな。えー、日本語の方の役がちょっと怪しいですが、こちらで開始していきます。さあ、始まりましたね。私たちが住んでいた今の斜面は突然の雪と氷に覆われ、全てが崩壊しましたと。まあ、これが物語的な感じなのかな。えー、と、こちら、今時間はちょっと止まってる感じなのかな。 えということで、ここの人たちを操作していろいろしていくということみたいで、まあ、職業の優先順位とかですね、建物を建てたりとか、あと、食料関係かな、こういうなのがあるみたいですね。あと、各々にも能力があるのかな、まあ、 特徴があるみたいですので、ああ、年齢の方もちゃんとありますね。名前がちょっと中華系なのかな中国の方の名前かわかりませんがうーん、覚えるのが大変そうですので、まあ、適当に読んでいきましょう。えっ、ー、と、任務とか、ああ、そういうのもあるのだ、えー。クエスト的なものもありそうですね。動物の仲間、まあ、祖先石 これは何だろうな。まあちょっと、これはいいでしょう。ああ、と、研究開発もありそうですね。薬草探し、これは何だろう。うーん。<laughs> まあちょっとわからないことはたくさんありますが、世界地図もあって、おお、何だろう、これ赤いのは敵とかなのかな、えー。めちゃくちゃやることは多そうですね。はい、ということで、まずは、えー、資源とか全くないのか、これは。 資源とかは全くなす、ないところからスタートしそうな感じですね。よしよし。ということでちょっとやっていきましょうか。まず必要なのはやっぱり、えー、貯蔵する施設ですよね。これ貯蔵する施設なのかなまあ貯蔵する施設か、武器とかなんかいっぱいありますので、まあこれですね。装備とかはどうするんだろう。えー、この男の人に 武器探す。発注とかも、あ、ないのかな、えー。探させようかと思いましたが、ないみたいですね。まあいいや、とりあえずこんな感じで適当に分け与えて、えー、いきましょう、えー。で、なんか得意分野とかはあるのかなうーん、特に分かりませんね。うん、特に何が得意とかが ああ、状態とかこういうやつかな。めちゃくちゃ字がちっちゃい。えー、新たな、あ、これ幸福度のやつなのか。対人関係、わ、対人関係とか、指定関係まで <laughs> あるのか。すごいですね。危ない危ない。なんかやってしまった。まあ、いや、とりあえず全員、えー、同じだと思いながらやりましょう。えー、ということで、現在何人だ ?8 人かなえー、いますので、えー、一番最初に、まずこれ優先順位だな。病人の、 え、救助とかは全員優先的にしていきましょうかね。で、一人が伐採優先。え、あとは何だろうな。制作優先とかにしましょうかね。建築優先も入れていきましょうか。あとは何だろうな。食料とか。ああ、これか。植物採集。あとは種運び。あ、種選びかな。 食物の処理とか調整、どれが取ってくるやつなのかはわかりませんが、まあ、ここらを適当にちょっと入れておきましょうかね。うん、女の人のところも、魚も取れるのかなわかりませんが、ちょっとやってみましょう。あとは伐採関係もう一人ぐらい、あ、二人いるのか。建築関係に回した方がいいかな。 建築関係も2人入れていきましょうか。えーと、あとは、これは畑とかですよね。きっと調理も一応優先的に入れておくと。まあ、ここはちょっと、えー、いじりながら進んでいきましょうかね。えー、ということで、まずは資源を漁るのと、やっぱり小屋ですよね。原始人の小屋ということで、でっかいテントみたいなやつが、 作れるんですけどまずこれですね。これを作っていきましょう。えーと、そしてこの下に、あ、床っていうのもあるのか。床も一応引いてみるか。えー、そしてベッドですね。6人分置きたい。あ、8人分か。やばいな、これだと足りないぞ。えーと、ZX で向きが変わる。 うん、何かはよくわかりません。変わってるのかどうかもよくわかりませんが。あ、置けるね。9人分置けるので9人分設置しましょう。まずとりあえずこれでスタートしましょうか。えー、で、あとは何だろう。あ、え、嘘だ。みんな一斉に撮り始めてるけど。<laughs> どうなってんだえ、建築はそんなに人入れてなかったと思うんですけどね。で、あと、木材とかも、 え、選んで伐採命令を与えたり、草とかも全部伐採命令を与えれるみたいです。え、こちらの方は植物、え、食料か、食料の回収とかもあるので、まあ食料の回収もしていきましょうか。あと石とかもあるな。これも伐採関係なんですね。よし、ああ、この人はあれか、魚を、魚を取ってる感じですね。まあなでなでしてるような感じですけど、 うん魚を取ってるみたいです。あいますね、魚。よしよしよし、えー。で、資源は木材が今40、石が40、草が21。火打ち、石、枝、そしてこれ動物の毛皮があると。食料はまあ500、果物かななんかもありますので、まあ今のところ大丈夫ですね。あ、家の方、こっそり立ってるな。そしてなんか中でむっちゃトントンしてる。 めっちゃトントンしてますね。あ木も切り出したね。さあ、座ったり立ったりして何かを作ってる。何かはわかりませんね。もし、まあいいや、木材も取ってくれてるんならそれで OK。さあ、これが原始人のまず暮らしですね。えさらに作っていきましょうか。こちら、焚き火の方も作れるみたいなので、焚き火の方もちょっと作っていきましょう。どこに作ろうかな。 えー、拠点の近くがいいですかね。ここに作っていきましょう。さらに、ここに座るための椅子ですね。えー、これもどうしようかな。二つずつ作っていくか。八人なので、まあ、二つずつ作っていきましょう。こんな感じで作っていきましょうか。よしよしよし。さあ、とあ草で床作ってるのか。この人はベ、ベッドかな。床じゃなくてベッドかもしれない。 まあ、とりあえず寝る場所必要ですので、え寝る場所を取っていきましょう。草の数が減ってくるので、草もどんどん、えー、取っていきましょうか、えー。で、食料を取ると。この人はなんだ草か。草を取ってるんですねえ。ちなみに早送りの方は2倍速、4倍速、8倍速が選べますね。結構8倍速だとめちゃくちゃ早い。 感じになってます。ああ、道具、ちゃんと入れ替えてるな。道具入れ替えてますね。これ、あとは、腐るとかはあ、あるのか、やっぱり。えー、持続、持続時間か。これは何だろう。うん、毎日14失う。8日後には腐るとはありますので、やっぱり、えー、食料関係の、そういう保存系も、必要ですね。ということで、親をもう一個建てるか。 あ大きさ的にはある程度決まっちゃうんですね。これも建てれるかなここを建てて、床はどうするんだろうこれ。地面の草をすっかり抜いてしまって、もう少し土をかぶせるかもしれないと。うん、建築するとゼロの知識がもらえますよということなんですけど、まあ、ここにしてみようかな。えー、で、 ここには武器の棚とかもちょっと置いてみましょうか。武器の棚、星台。これ突き抜けてるけどいいのかな屋根突き抜けてますけど、これも行きましょうかね。うーんと、あと研究台みたいなやつがちょっと欲しいところですね。攻め太鼓、墓、焼き場。これ下焼いたりするのかなうーん、儀式、司会席。物語ポイント。 うんこれど,どれだろうなどれかがおそらく、えー、研究台だと思うんですけどね。ああ、そしてこれでなんか斧とかが作れるみたいなことを、えー、言っていましたので、ちょっとこれ置いてみましょうか。えっ、ー、と、あとは食べ物とかも置きたいので、ちょっと保管領域作ってみよう。はい、とりあえずこんだけで一回様子見てみましょうかね。 え、これで様子見て足りないものがあればまた作っていくというような感じでいいでしょう。えー、草とか取って、あ、置いてる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 。食べ物取ってきたけど、この人なんか、あーちゃんと順番守ってるのね。えー、で、やばいな、これ、中に <laughs>、中にある食べ物がクリックできないのかなああ、いけますね。えっ、ー、と、11日後には腐ると、言っ ているけどこれなんだろうなあ、魚も置かれてる。魚もありますね。ここに置いたやつの方が先にあるから、まあどれぐらい日持ちなのかとかいうのはわからない感じかな。あ、そして焚き火がいつの間にかできてましたね。よし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 。OK。えー、火起こしに必要な材料と。うん、かがり火。 では何、何火に当たった食べ物を炙ったり、ああ、調理したりとか、ああ、なんか、意見を交換して、なんだろう、知能とかが上がっていく感じなのかなさあ、もうみんな宴会の時間は終わったから寝るぞと。あちょっと待ってよ、これ。1個で2人分ぐらい寝るのか。あそういう感じなんですね。ああ、そういうことか。はい。ということで、こんなにたくさんいりませんでしたね。作ったの8個、9個作ったんですけど、 ま、実質4つぐらいでみんな寝れますよ、と。いうことみたいです。OK。ま、あこれで OK だ。えーと、あとは、火打ち石、毛皮がない、という感じですね。では、寝てる時間はちょっと飛ばしていきましょうか。さあ、朝6時になったらみんな起き始めましたね。ちゃんと寝てる間も寝返りを打ったりとかしていました。よしよしよし。みんな、ああ、床作ってるのか。 床を作ってますね。よしよしよし。で、こちらに武器の置くやつと星台とかもあるんですけど、これも作られるのかなこの家、家の中のもの、なかなかちょっと選択しづらい感じだな。うん。まだ出来上がってないから選択できないのかもしれませんけど、うんちょっとこちらの方が少し選択しづらいかなという感じはします。 草。あ、そしてちゃんと木材とか石を置いてますね。よいしょ、トントンしてるな。さ、トントンして。あ、完成してる。武器の置き台完成したよ。よしよしよし。えー、職業でどっかに配達とかあるのかなうーん、そういうなのはないのですかね。 いやひょっとしたらあるのかもしれないけど、ちょっとわからないな。うーん。これなんだろうログスティックワークって書いてあるな。さあ、とりあえず、まあいいか。えー、品物を運ぶ人を一人作りたかったんですけど、よくわかりませんね。あー、あとこれ、どうなんかな文字刻みとかあるな。これ研究とかそういう感じなのかな わかりませんが、まあ、ちょっと職業1にして、え、いろいろちょっと作っていきましょうかね。あと、なんだろう。研究するためには、洋服作るためのやつか。あと、衣装棚みたいなのもあるな。あ、なんで、なんなな何の音何の音なんか、音がしたけど、何か、あ、木が切られた音なのか。そういうことですね。未知なもの。はい、未知なもの。これを、 研究したりとかはできないのか。えーとりあえず、どうしよう。えー、想像か。橋を作る、発見していない。これはどうしたらいいんだろうな。さあ、とりあえずこの発見していないは何か、ああ、もっと知識が必要なのか。ああ、なるほど、なるほど。 えー、経験値を積んで、それである程度できるというような感じになりそうですね。うーん、そうか。なら、いろいろな作業をやっていくことによって、いろいろ覚えていくというような感じですね。で焚き火によって、みんなその意見とか知識を交換し合ってレベルが上がるというような感じみたいですので、まあ、ガンガン木を切ったりとか、いろいろしていきましょうか。 えーと、木の方を伐採。石の方は採取してますね。魚も取っている。えー、これなんだろう川とかいつの間にか渡ってくけど、どこ、ここからかなあ、さらに変な鉱石がある。未知なもの。これも未知なものなのか。いろいろやっていかないといけませんね。まあ、作れるもの、とりあえずこの中に突っ込んでいきましょうか。これじゃない。えっ、ー、と、何々作ったかな武器庫、衣類のやつも作って であるただ誰も持っていってませんね。怪我は。あ、そうだ。あと台ができたので、これで斧とかが作れるけど、よいしょ。はい、これロープ。ロープはないのかなロープ1個だけありますね。製作ちょっとしておきましょう。3つぐらい作っとくか。あと斧。斧も分かりませんので、ちょっと3つぐらい。ナイフもとりあえず全部3つ作ろう。えー、で、ピック。 クックックス、ツルハシみたいなやつ、りやりも3つぐらい。こんなもんでいいでしょう。とりあえずこれを作っていきましょうかね。あとは釜か。これ、外を、外がいいかな。外にちょっと作っておきましょうか。よいしょ。あと何が必要だろう。うーんと、魚のと、おわ、でかっ。 えー、漁業関係ですね。まあ、いいか。漁業関係のもの、衣服を作る。わあ、これもでかいな。これも思ったよりでかいですね。衣服を作るもの。えー、あと薬ですね。薬のやつはちっこいからいけそうか。薬を作るもの。あとは、うん種選び台。これもよくわからない。えー、もう一個家必要かな。 えー、ということで、建物、小屋、もっと別の場所にちょっと建てましょうか。よいしょと。はい、どーン、えー。で、床も一応作っておこう。昨日はちょっとデカめでできましたかね。な、ね、なんか言ってたな、今。なんか言ってましたね。ドヤドヤみたいな感じでなんか言ってたけど、全然気づかなかった。さあ、そしたら、ああ。これ何 え、なんでそっち運んだ魚かなんか運ん、あ、肉運んでる。調理するんだ。よしよし。大宴会が始まる。よし、火がついた。中でなんか調理してますね。とりあえず。とりあえず、これで食べ物。あー、魚も持ってきてる。持ってきてる。いいね。いいね。あ、魚ちゃんと枝に刺して焼いてるよ。あ、開きになってる。そうなんだ。ちゃんと魚。 え開き。女性は魚食べてるのかな男性がお肉食べてるような感じなんですね。うん。あ、でも男性もちゃんと魚食べてますね。うん、うん。さこれで今なんか話し合って意見交換でえ能力値が上がっていくという時間になっています。よしよしよし。結構いい感じですね。よいあ、そして左上の方に一応刀が不足してるよと。 ナイフかな石のナイフが不足してるよと出てますので、まあ今から徐々にえ道具の方は作っていきましょう。さあみんなお休みタイムなのでえ寝ていきますねえ。ではまた明日の朝まで飛ばしていきましょうか。さあ朝になって道具の作成とかが始まりましたね。あとちょっといらないベッドはもう撤去してこの中にもう少し物とか入れていこうと思います。さあいろろなものが えー、制作し始めましたので、まあ、このままですね、えー。少し見ていきましょうか。うーんと、あとはどうなのかなうーん、想像、くあ、これはまだあれか、医療のやつがなってないから、えー、できないんですね。これはようやく1。あー、未知のもの。さあ、あ、これ、あれか、拡大と縮小なんですね。 うーんと、あとは何か。あー、牧畜もできる。鳥さんがいれば、鳥を飼うこともできるのかもしれませんね。あー、そうか、そうか。まずは、とりあえずポイントを貯めていかなければいけないみたいですね。よしよしよし、なんかできたぞ。えー、焼き釜ができましたね。これは、果物かなんか入れればできるのかな え少し作っておきましょうか。オッケー。煮るや、煮るや、みたいな感じかな。えー、で、これで衣服が作れると。これなんだろう。骨がないと作れない。これ毛皮があればできますよということで。確か毛皮は10個あるので、あーちょっと待って。下手には,は、えー、針が必要って言われてるな。魚や関係は森か。森が作れますよということで。 えこちらの方3つぐらいちょっと作るようにしておきましょう。OK, OK. これで道具の方は徐々にできてきてますね。えー、では、採取とかも、うーん草はいっぱいある。石も木材もありますね。えー、動物以外は今のところ大丈夫そうなので、まあ、このまま行きましょう。さあ、こちらですね。薬代の方もできましたね。 えこれは未知の薬草。これは何だろう試食する。めちゃくちゃ危険そうだな。えで、こちらは、多分これなんか未知の薬草から薬を作りますよ、という感じですね。まあみんな最初は食べてみろということか。危ない。さあそして、あ、お肉。お肉を干した。お肉を干した。これで乾燥させて長持ちさせようということかな。 ああ、徐々に物を運び始めましたね。テントの中に。これなんだろう ?380 個のお肉全部干してある感じか。え、で、え、これなんだろう枝むっちゃ立てたな。さあ、そして、ああ、ここはもうちゃんとピッケル使ってますね。もう無くなりましたけど、え、とりあえずピッケルの方は作、え、使っています。あ、いるいるいる。これちょっとどうしたらいいのこれ。え、ちょっと待って。 この人森でなってるけど、これは、やはり道具不足乗れない。ちょっと待って、これは取りたいのに取ることできない。そうか、武器とかがないとダメなのか。この人は槍持ってるから、やはりできる。やっぱりしろ。さあ、槍を持ってるからいけるな。鶏さんちょっと親っ子なんです。あー倒した。ひよこさんはどうすんのあ、骨も、骨もゲットした。 ということは、これで針が作れるんじゃないのか針作る。そして衣服を5個作ろう。よし、オッケー。さあ、これ肉の解体とかはないのかなちょっとわからない感じですね。ちょっと誰か、あと、何かを作ってる感じがしています。さあ、食事中ですけど、全員が揃ってるわけではない。待って、ここ揃わないと、 能力アップできませんね。えー、ということで、まあ、こっから食べて、あとはあ、みんな帰ってきた。食べて、あとは、もうみんな寝るだけですので、また明日の朝まで行きましょう。さあ、えー、朝になりましたけど、この人だけがもう寝ずにずっと作り続けてますね。えー、なんでだろうな。うん、特にいらないのかなね、寝る感じのものが、ひょっとしたらいらないのかもしれない。えー ずっと休みなく作ってますね。あようやく今食事をとるのかな違う。まだ作り続けてるんだ。さあ、ここでは洋服の方が作り始めましたね。OK。よしよし。とりあえず、いろいろなものが取れ始めましたので、もう他に作れるものがないかちょっと見ていきましょうか。えー、ここも作った、攻め太鼓とかか。 あとは種選びのところが作られてませんね。とりあえずこれ作っておきましょう。攻め太鼓とかってなんだろうな。これ、あ、やばいな、これは。でかすぎる、ね。あとは儀式と物語ポイント。これも、あ、なんかめちゃくちゃでかい。これなんだ物語ポイント。そして儀式席。なんだろうな。視界。 あと、石碑みたいなやつも置けるんですけど、これもなんかよくわかる。あ、ここにしか置けないんだ。あーなるほど。物語ポイントの場所にしか置けないので、多分これが何かあるんでしょうね。まあ、いや、とりあえず、ちょっと、えー、いろいろ置いてみましょうか。8人分置いて、さらに、歯科石も隣に置いてみよう。えっ、ー、と、あとは、病床とか、 うん鳥を捕まえるためのものとかがありますが。まあ、ここらだけですよね。あとは作ってないの。病床とかはあるけど、これは傷ついた人が寝るんでしょうね。慰めポイント。よいしょ、こんな感じで。これである程度作ったと思いますので、まあ、これで行きましょうか。えー、ということで、まずはこれなんだろう。石碑の方か。 石碑から作っていく感じですね。よいしょ。さあ、これで、あ、服を作る。服を作ってくれてる。えー、で、武器の方はまだ二つしかないのかなこの中には、ハシとか食べ物はある感じですね。あ、こっちにちょっと待ってよ。斧とツルハシそしてなんだろう、刀みたいなやつはあります。え二、ー、つの建物を、 あは、屋根に保護される必要ありって書いてあるな。ああ、あそうなんだ。服の台と、この漁業を、漁業のものを作るやつは、屋根の下がいいみたいなことが書いてありますね。あ、そしてできた。死解席これはんだろう。死解席は祭壇を使って儀式を行うことができると。祭壇が高ければ高いほど儀式の効果は高くなりますよと。 いうことみたいですね。えー、で、石碑の方は何だろう、これ。うーん、石碑を刻み。ああ、これがあれなのかな。ああ、なるほどなるほど。これが研究なんですね、おそらく。あそういうことか。えー、ということで、職業分担、調理り。一人の人、これ、一番最初にしておきましょうか。石碑をとりあえず刻んでいこう。 はい。ということで、これで、おそらく研究をすることになりますので、どこからかな。あ,あ、橋を作る。これとかはいらないかな。武器をまず作りたいので、どれを入れたらいいんだろう。漁業ですね。うーん、狩猟。さあ、どれを入れていいのかわかりませんが、うーん、どれだろうな。まあ、いや、基本的なやつからとりあえず作って、 ていくことにしましょうさあ今のところ誰も来ませんねえー、そしてこれなんだろうこのマークは食べる必要はありやばいやばい食べて食べてなんかめっちゃ食料ないのかなえーあーないんだ肉がないから食べれないのかなさあ仕方ありませんのでこの人に狩りを命じましょうもう一人槍を持ってる人いますのでこの人に狩りを命じると よし、これで OK ですね。さあ、本日は全員揃っての食事となってますね。まあ、特に、えー、食べ物ないのかと思いましたが、お魚はどっかにあるみたいですので、ないな。えー、魚の方はどこに保存されてるのかはわかりませんが、まあ、魚があるみたいでみんな魚を食べてますね。まあ、肉の方も今、鳥さんを倒しましたので、えー、増えましたね。 よよしよしちょっと食べ物はもう果物とかしかありませんが、だいぶ増えてきました。道具の方もそこそこ作られていますので、まあこれで大丈夫でしょう。さあ一応なんか、この人ですね、に、も文字かな石碑を刻むようなことをしていますが、命令を与えていますが、特に何かしてくれるとか、そういうことは全くありませんね。 うーんそこはちょっとよくはまだわからないこといっぱいありますが、えー、とりあえず今日はこれぐらいにして、えー、また次回ですね、この続きやっていきたいと思います。えー、興味がある方はこちらのゲームの、えー、リンクの方を動画の説明欄に、えー、貼っておきますので、ぜひ見てみてください。それでは皆様ありがとうございました。